己を信じる限り、あなたを真の意味で殺せるものなど存在しません。犯罪者を除いては。内臓を抜いたスキャックを玄関に飾っていた時、あの疑問がまた頭に浮かんだ。ジャックはザ・ボルトの鍵で何をするつもりなのだろうか。私が所持していた間、ジャックに取り上げられる前からあの鍵はずっとチャージされていたのだろうか。あの鍵は異星人の力をパンドラに解き放ち、イリジウムを大地に出現させ、さらなる遺跡の封印を解く時をずっと待っていたのだろうか。この疑問についてはさらに掘り下げるとしよう。でもまずは家の壁を防音仕様にして、絶えず聞こえてくるサンクチュアリ市民の陽気な笑い声を遮断しなくては。落ち着きなさい。
加減にしなさい。私はエイリアンの古代戦士を蘇らせる魔法の鍵にまつわる伝説を掘り起こしてきた。いつものように私の仮説が正しければこれはザ・ボルトの鍵を指していると思う。そして買い物からの帰り道、若い男から綺麗だねと声をかけられた。驚いたことに私の反応は至って穏やかなものだった。3時間ほどバケツに向かってうめくだけで済んだのだ。
どっちにも一長一短あるね。Okay.
出るための必須条件です。バカどもとは一人で違う。諦めろ。
が足りない。人間と言葉を交わした。私の口から漏れる恐怖のうめき声が言葉と言えるならばだが、いずれにせよローランドは気にしていないようだった。彼はジャックが鍵を持っているなら未だにウォーリアを蘇らせないのはなぜかと聞いてきた。鍵はイリジウムでチャージする必要があり、だからジャックは採掘に励んでいるのだと私は。顔にかかった私の唾液を黙って拭った。家に帰った私は、私の態度に彼が嫌悪感を示さなかっただけでなく、彼に対して私が嫌悪感を抱かなかったことに戸惑いを覚えた。私は初めてサンクチュアリで生きていけるかもしれないと感じた。初めて自分は大丈夫かもしれないと感じたのだ。このブドウが
なあ、今ならちょっくら手伝ってくれ。になっちまったのかもしれねえ。この惑星はろくでもないけど、プロメテアよりはマシだわ。タイムセールを見に。来てください。私の音声メモを聞いたみたいね。でもお相手よ。この件を頼む前に、あなたのプライバシーを含む経歴を徹底的に調べさせてもらったから。目が潰れそうに苦しいんだよ。今ならちょっくら手伝ってくれ。殺人事件を解決してみる気はないか。俺はここの保安官だ。ガッターの四つ子の一人がそこで死んでる坊主を撃った。私の代理になったつもりでモクシーやゼッドに聞き込みをし、見分けがつかないあの四つ子のうちの誰が犯人かを突き止めるんだ。さもないと4人全員を縛り首にしなきゃならん。とてもじゃないがそんな時間はないからな。